砥石と加工物間の摩擦で局所的高温は600度から1000度、検索ケーキがちゃんと仕事してないっていう茶色のしましまでいこう。ケンマヤ TV。 こんにちは、ケンマヤのアナです。今回は、前回に続いてちょっともう3連続ぐらい砥石の話なんですけども、今回も前回お話ししたみたいに LINE 公式アカウントの DM で質問いただいたのでそれをお答えしたいと思います。今回はステンレスの研磨の加工を教えてくださいっていう話なんですけども、これもめっちゃ難しいですよね。ステンレスは金属と非鉄金属っていうのを混ぜたものなんですよね。なんで僕もうすぐネットで調べるんで、このネットで見ると鉄鋼素材、とにかく鉄っすね、金属ですね、にニッケルとクロムを加えて作られているのがステンレスで、その含有量ですね、ニッケルとクロムの含有量でよく言われている SAS304、SAS430、SAS410 とかいうのが分類されるみたいです。削りにくさっていうのも出てくるんですね。例えばSAS304やと、僕の感覚だと結構粘り気があって、砥石にこう削った削りカスがこうまとわりついて気孔の中に入ってしまうとかいう僕のイメージなんですよね。なんで削りにくいのかな、目詰まりがすぐ起こして削りにくいのかなと思います。なんでこの質問された方も削りにくくて何回もドレッサーしますっていうのはもう本当もうその通りで、こうSAS304とかのステンを削るとその削りカスが気孔の中に入ったりするので、もうその気孔っていうのをこうゴミをちゃんと除去するところやのに、そこに詰まるともうゴミも研磨カスとかも除去できなくて結局だんだん詰まっていくっていう感じにもなるので、ドレッサーでもう一回ドレスして何回もしないとダメとかいうのもあって、結構ステンレス削りにくくて、もう一個気をつけないといけないのが、これもネットに書かれてたりとかもするんですけども、研磨の加工からこう生じる加工効果っていうのがあるんですよね。ステンレス削ってこう熱、こう火花とか出るんですよね。ステンレスは火花出ないんですけども、普通の金属やとこう火花、砥石とワークが当たると火花出て、それを冷やすために検索液を出したりするんですけども、その火花が出るっていうことは、これも JTEC とグラインディングツールさんのホームページに載ってたんですけども、研磨の砥石と加工物間の摩擦で局所的高温は600度から1000度に達するみたいです。これがこうあんまり切り込みすぎたりとか検索液が足らないとか、検索液の選定ミスとかやとこう茶色のしましまでこう僕はもうのしまじろうみたいなの言ってるんですけども、砥石の選定なのかドレッサーなのか検索液の選定ミスなのかとか、いろんな要因があるのでそれを一つ一つ潰していかないとダメなんですけども、その中で特にステンレスっていうのは先ほどもお話ししたみたいに、僕の感覚で粘いっていう感じなんで、切れてないのに削っていって熱持って加工効果っていうのが生まれて、余計こう表面が硬くなって削りにくくなってすごく悪循環になってくるんですよね。前回とかも結構砥石の話をするといつもお話ししてるんですけども、砥石メーカーさんに相談して、それプラス砥石メーカーさんに検索液のことを聞くか、油屋さんに聞いて、例えばSAS304を削りたいで、SAS304を削りたくてワークのサイズはこれぐらい、研磨する距離はこれぐらいとか、それに軸が何個ついてとか、いろいろあるんですけども、そういうのをお伝えして、じゃあ砥石はこれがいいですねって言ってこう砥石を選定してくれる。でその中で砥石だけやと砥石屋さんの条件の中でこれはいいですよっては言ってるんですけども、でもその中でやっぱり相性のいい検索液ですねを選ばないと、ここで検索液がこうちょっと合わないやつを使うと砥石の最大限の力を発揮できないですよね。砥石変えたのに全然切れへんやんってなるのは、もしかしたら検索液がちょっとその砥石に合ってないかもしれないです。前回以前も 2,3 年前かな、僕も YouTube のショートの動画で上げたと思うんですけども、結構マグセパのところが泡になったりとかしてたんですよね。
まあ、それもちょっとこうなんか泡になりすぎて、いくら処方剤を入れても次の日にはもうまた泡になったりとかして、うちはもう結構1500のワークとかもするんで、結構長い間こうトラバースして加工したりするんですけども、やっぱりザーってずっと出てると、やっぱりワークと砥石の間に当たってこう泡がブワーって出てくるんですよね。まあ、それがこうずっとずっとこう循環循環したら、最終的にはなんかもう長いこと加工したら、タンクの中の水はいっぱいあるのに、なんか泡がめちゃくちゃ噛んでて、あんまりこう検索液がちゃんと仕事してないっていう状態に陥ってしまったりとかもするので、まあそれはうちの加工条件にその検索液が合ってなかったので、もうちょっと油屋さんとかに相談して、やっとこう最近は合う検索液を選んだりとかもできました。まあそれでやっぱり泡も出なくなって、まあうちはこう後ろにろ過装置とかもつけてるんですけども、ろ過装置でステンレスってマグセパではもうね、時期にはくっつかないやつの方が多いので、もちろんくっつくステンレスもあるんですけども、まあ304とか303とかでくっつかないので、やっぱりこう検索液のタンクにこう浮遊したりとかとどまったりとかしてしまって、それがこうまた検索液の突出口から出てきて、こうまた悪循環になったりするんで、一応まあ後ろにろ過装置もつけてるんですけども、まあもちろんろ過装置でも取りきれないっていうのもあったりすると、やっぱりずっと浮遊してるので、その検索液の中にこう沈殿性の高いこう添加剤が入ってると、まあ1日置いたらもう浮遊してた研磨ガスがこうだいたい下に沈殿してるような感じの検索液にもあるので、水溶性っていう一括りなんですけども、その中のこう添加剤の配合によって検索液とかもめちゃくちゃ変わってくるので、油屋さんとかもちろんこの砥石メーカーさんが推奨する検索液やと、やっぱそのメーカーさんが使っている検索液なので使いやすいのかなとか思います。使ってみたけど砥石交換してもうまいこといかないっていうのは、もしかしたら砥石と検索液の相性が合ってないのかもしれないので、もちろん砥石は砥石メーカーさんに削れるのを聞いて、まあ、この砥石を使ってこのワークを削りたいからっていうのを油屋さんに言って、油屋さんにそういうおすすめのやつをやってもらえるとかいうので、まあ、僕も以前お話ししたみたいに、もう4年前に油屋さんに5つの質問を答えてもらいますっていうので、まあ前回の動画でもお話ししたみたいに、ちょっと削れにくいからこういうのをしてほしいなっていうので、本当1回では油もそうですけども、検索液もそうですけども、1回じゃ決まらないですけども、何回か何回かこう相談して、だん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 自分の合う検索液にしたりとか、まあ砥石もそうですけども、砥石もだん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 自分の合う砥石にしてみたりとかして、まあとにかくこう相談して、分かる人がいてたらその人に相談するのもいいのかなと思います。もちろんその周りにちょっと相談する人がいてないねってなったら DM いただけたら、まあそこに営業所があるかどうかわからないですし、そこに行けるかどうかもわからないですけども、うちのお願いしてる油屋さんとか砥石屋さんを紹介して、ちょっとまあ合う砥石とか油を紹介してもらえたらいいのかなと思うので、まあよかったらここに写ってる LINE 公式アカウントに登録して DM いただけると、まあそういう相談も受け付けれるので、ぜひ登録してみてください。加工動画見せてくださいっていうのもあるのですけども、まあ、加工動画を見てもらったところで機械トラバースして勝手にビーって回ってるだけなんで、特に僕の技術っていうのがないので、まあ、機械ビーって回して、うわ機械砥石回ってトラバースして水ジャーって流してる、本当研磨ってあんまり映えない加工なんで、加工しながらの解説ってまあまあもう頭めっちゃ使うんで、その2つのことができないんで、まあ一応まあ動画としては最後のいつものエンディングのところにステンレスを加工した動画を過去にやってるので、まあ、それをこう見て無言でやってるところとかもあるんで、それ見ながらこの動画見て合わせて見ていただいたら、まああんなこと言ってたんかなとかいうのも分かるのかなと思うので、まあそちらも最後のおすすめ動画のところに載せておきますので、まあ、そちらも参考に見てください。コメント欄でも、まあ、僕はこういう砥石を使ったりとかこういうのもあるよとか、まあ、砥石メーカーさんとか油屋さんがもしこの動画を見てるのであれば、ぜひどん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 ここのコメント欄で宣伝してください。例えばうちはこのステンレスにはこの砥石がおすすめしますって全然リンク貼っていただいても
結構ですし、うちの油ではこういうのに特化して冷却性がいいですよとか洗浄性がいいですよっていうのも全然こうコメント欄にリンク貼ったりとか、もう長文でも全然解説してたりで、皆さんがこうより研磨でこう削りやすくなったりとかストレスなく削れるようなものがこうコメント欄で紹介していただけたら、皆さんが参考になるようなコメントをいただけると嬉しいです。ぜひ砥石メーカーさん、油屋さん、あとこういう砥石を使ってるよとかいうコメントがあればコメントお待ちしています。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。